はい、皆さんこんにちは、ボーヤファーム安西と申します。今日はですね、ちょっと牧場から離れた、まあ雑種地っていうんですかね、山を切り開いて、羊を放してた場所ですが、そこに来ております。で、なぜかというと、これからまた2年ぶりにですね、ここに羊たちを話していきたいということでですね、2019年に熊が出て以来、ちょっとこの辺り、話すことができませんでした。対策としては、電気牧柵、このフェンスの上にですね、電気牧柵を張って、ここからね、2段この2段をここに張ってですね、熊から、熊からというか熊を、少しでも防除しようかなということです。で、これから、結構ここ広いもんですから、熊との共存という形で少しずつ少しずつ切り開いていこうと思っております。この度ですね、クラウドファンディングを立ち上げようと思ってはいたのですが、なかなかちょっとタイミング的なもの、いろんなものでちょっと出遅れてしまいましたけども、今回スタートさせたいと思っております。で、ただ幕開けさんだったりキャンプファイヤーさんだったり、そういうサイトを今回は使わずに、皆様のご協力を得たいなと思っております。自分のホームページの中、 Facebook のページの中、そのあたりからで募集をかけたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、内容としてはですね、もちろんここの中の、電気牧柵の、電気牧柵だったり、あとソーラーパネルとかも入れますね、そういうものだったり、これから今シープドッグショーも去年はクローズしてほとんどゼロな状態でした。で、今年も団体さんは少しずつ来てはいたものの、東京の緊急事態宣言で、またゼロになってしまったと。で、この羊の肉自体もですね、少しずつ、需要的に落ちてきまして、今は通販をやっていきたいと思って少しずつ始めております。で、これからもですね、ちょっといろいろと、商品をいろんな方と開発をしながら、みんなで協力し合いながらやっていきたいと思っておりますので、それが返礼品になったり、今の焼肉スライス、そのあたりを返礼品にする予定でございます。またそのあたりもご覧に、ページがあるを作りますので、ご覧になっていただきたいと思ってます。で、エリアっていうのをどのぐらいかっていうのは、多分皆さんこう想像がつかないと思いますので、今日はここにやってまいりました。これが終わってから草刈りもするんですが、今ちょっと切り替えます。ここが A ボックって言って、ここをまず一ボックやるつもりなんですが、かなり広いです。もう中もですね、こんな状態で羊たちがこう入ってもよくわからないような状況になってきております。ある程度伐採はしたものの、またそこから脇芽が出てきて、また新たな新芽が出て、少しもう大きく木になろうとしております。この辺りがずっと A ボック、下の方ですね、ちょっと緑 の、 麦畑とか、麦じゃないですね、緑が今ね、下のあたりぐらいまで一ボックになっております、で、その向こう側に、もっと向こう側、もっと奥の方に B ボックっていうのがありまして、こちらが反対側、東斜面ですね、こちらが C ボックになります。 C ボックはかなり広いです。どこまでって言ったらもう分かんないですね。あの木が生い茂ってる、ちょっと木が切れてるところですね、あの辺りぐらいが一つのボックです。そして昨年クマが出たエリアがこのエリア、この先ですね、ここもちょっと鉄ガスの状態で、もう羊が入ったら分かんないような状態です、ここからですね、クマに追われた羊が驚いて15、6頭ほど
フェンスを飛び越えてこっちの C ブロックに入ったと、そんな状況です。まあ、こちらでもだいたい4、5棟ぐらい被害がありました。でまだずっと奥の方もあるんですが、一応こういう状況の中でございます。少しずつ少しずつ一つ一つボックを片付けながらやっていきたいと思っております。まあ、木も切らなきゃいけませんし、まあ、これからまた牧草の種を植えたりとか肥料を撒いたり、まあ、そういう作業もまたこれからあるとは思うんですが、まずはそのクマが入ってこないように、なんとかやっていきたいなと思っておりますので、皆様のご協力をぜひともお願いしたいと思っております。我々もこれからちょっと羊の肉を皆さん一般でも買えるように、考えていますので、どういった商品になるかまた皆さん楽しみに待っていただければと思います。こういういい景色の場所でございます。この中でトレッキングをしたり、まあ、グランピングもできたらいいかなと思っております。まずは熊対策でございます。なんとか頑張っていきたいと思っております。ここが A ボックの中腹あたりですね。先日、潜水や草刈りをしました。この電気ボクサーが引っかからないようにですね、電気ボクサーが草に引っかかると漏電してしまいますので、きっとこの辺りの草を買っていきたいと思います。これがだいたい中腹あたりですね。で B ボックがこちらです。 B ボックもなんかよくわかんなくなりましたね。一度きれいに、したのですが、もうあっという間でございます。2年も羊鼻臭くなるともうどんどんと生い茂ってきます。この辺りはわらびがですね、かなり大量に出てます。この間買った後からもこういう風に出てくるわけですね。この辺りが硬いのか食べれるか、でわらびはですね羊は食べません。でここもですね木いちご、ちょっとね全体的にトゲトゲになった、木がいっぱい、木じゃない草が生えておりますけど、木いちごですね、これも羊食べません。でなぜかというと多分土壌がですね、酸性土壌になってるとこのような、雑草が生えてくるのだと思っております。牧草はアルカリなので、この土壌をアルカリに変えていかなきゃいけない、そういうこともやっていかなきゃいけないという結構大変な作業でございます。はい、今日の作業はここで終わります。わかりましたね。ちょっとまだまだありますけど、はい、これ夕日はあちょっとあっちなんですね。いい景色です。じゃあ帰ります。暑い。潜水が飼ってたらいつの間にかなんかトレッキングコースみたいになってきました。ニレの木です。ニレの木結構でかいですね。はい、この周りちょっと綺麗にしました。ガス欠で今休憩中。